ごきげんよう、宮崎豊です。今日は2022年3月の28日月曜日です。今日は昨日行われました仮想逆手の討論会、今名前を改めて逆手塾ですが、その会員の田中五郎さんの葬儀のことをお送りしたいと思います。まあ、その葬儀も抜粋したところをお送りしたいと思います。田中五郎さんは地域づくり、町づくりのづくりをやられたり、町おこしをやられたり、元高野町の町長もやられたりですね、地域づくりに、そうですね、貢献された方です。まあ、熱血感の方ですからね、もう一緒に話してると、まあ、熱くなりますね。高野町の田中五郎さんの地域のですね、ところにも私も何回も行かせてもらったし、逆手塾のメンバーがこちらに来られた時には田中五郎さんに会いに行きました。田中五郎さんにぜひ会わせてくださいという方が多いので、私がお連れして田中五郎さんの家に行きましてですね、交流をさせていただきました。民宿もやっておられましたので、宿泊する方もおられました。そうですね、北海道の水口正幸さんが来られた時はまだ一緒に行って、交流させていただきました。五郎さんが北海道行かれた時に水口さんと交流され、また向こうから来られた時にまた交流、互いにですね、町づくりのことも熱く語ったことを覚えております。昨日は下高の自治振興交流センターで葬儀が執り行われました。この後ですね、自治振興センターの写真が出ますが、そこがまあ正面で、そこを入ると受付がありまして、そこを右に曲がっていくと、まあ、体育館があるんですが、その体育館で葬儀が行われました。それは多分今昨日拝見したところによると、まあ、廃校跡をですね、活用された自治振興センターになったの、自治振興センターになったのだと思います。ですから建物は、まあ、大きく、まあ、体育館も備えていますね。その体育館に、葬儀場が設定されまして、そこで、行われました。この後見ていただきます。玄関から入ってずっと奥に行って右に曲がって体育館で今日の田中五郎さんの葬儀が行われます。公園多少に思いがたく、真実の上心の行為がたし、
たまたま行事をば、多く主君を喜べ、もしまたこの度疑問に受けに出られば、あえてまた皇后協力せん、まことなるかの接触者の信言、超絶教徒称号、本誌して治療することをなかれ。ナマンダウ、ナマンダウ、ナマンダウ、ナマンダウ。浄土真宗本願寺派円照寺様のもと執り行います。ご一同様合掌。ナマンダウ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 大拝。お名前ください。実践し、見聞を広めながら
自分を磨いてきました。そんなタフな君でした。私が海外青年協力隊員としてフィリピンに2年間ばかり赴任して家を買った時には、両親が寂しいだろうと田植えや収穫の時農作業を手伝いに来てくれ、両親を励ましてくれたことは今でも感謝のことありません。最近では2年前、学生生活を振り返りながら、君と10日間の北海道の一周の旅で毎晩酒を酌み交わし、朝は5時前から起きて朝風呂で語り合った光景が懐かしく思い出されます。昨年は東京で2日間箱根都内を歩いたことが懐かしい思い出となりました。君が癌となり手術を受け退院後にはもう大丈夫、体重も理想の体重となり体調もすこぶるより体質が変わり本当に元気になったと言って喜んでいたのだが、それから昨年暮れの2度目の再発からは本当に短い期間だった。本当に残念だ、無念でなりません。ご遺族の皆様にはこの度のご不幸心よりお悔やみを申し上げます。まだまだ元気なご老節を聞かせてほしかった。でも今はもう根性でその望みが叶えられない。君は一足先に行ってしまった。そのうち僕も行く。来世でまた会おう。その時はまた元気なご老節を聞かせてくれ。楽しみにしています。心より君の冥福を祈りながら根性での別れを言う。今までありがとう。さようなら。令和4年、3月27日、友人だと。しかし、父にはたくさんの夢や
やりたいことがまだまだありましたので、生きる希望を強く持ち、本年1月より岡山大学病院に入り入退院を繰り返しておりました。結果的にがんの治療はできませんでしたが、症状を緩和するための最善の治療を受けることができ、本年3月7日より自宅へ戻り療養をいたしました。父が家に帰ってから一番やりたかったのは温泉に行くこと、
社会的弱者のためにある。ありがとう。父はたくさんの方々とのご縁とつながり、本当に幸せ者でした。これまで父と関わり、ご支援、ご協力くださいました全ての皆様に改めまして深く感謝申し上げます。本日は誠にありがとうございました。以上で故田中五郎様の葬送の儀を終了いたします。ご一同様、合掌。いかがでしたでしょうか。まあ昨日は天候もよくですね、本当に田中五郎さんを送るにはいい日になったと思います。そして、まあ田中五郎さんのことを思うと、まあいろんなことが思い出されます。もう交流もかなり多かったです。その地元の高野へ行っての交流もありましたし、もちろん坂手塾の主要メンバーですから、そこに来ていろいろ教えてもらったり語ってもらったり、いろんな交流をさせてもらったことがもうどんどんと思い出されます。まあ行った時には五郎さんが自分で作った米、自分で作った野菜などをですね、まあご馳走していただきました。そんなこともですね思い出されて、いやまだ元気そうな、まあ私たちの中でもまあ一番元気があって、本当亡くなるなんて想像できなかったんですが、でも本当に、まあ、みんながですね、長五郎さんをしっかりと見送っていただいたので、まあ、いい葬儀だったと思います。まあ、また天国で会うことがあったらまた一緒に語りたいなと思っております。今日は昨日行われました田中五郎さんの葬儀をお送りいたしました。